はい、今日はですね、こちらへ来ております。ようこそ井原市へということで、岡山県のですね、井原市に来ております。今日はですね、これからこちらの井原駅でですね、電車に乗って少し電車旅をしていきたいなと思います。ここからですね、井原の街並みを見ることもできます。はい、出発していきます。はい、この電車に乗ります。音が結構すごい大きい音がしてますね、電車ですのでね。はい、この線路を渡って持っていきたいと思います。隣にもですね、電車が来てですね、この一番乗り場は、神鍋方面に行くみたいですね。で、2番乗り場が清根総社方面となっております。おお、かっこいいですね。1両編成ですね。このワンマン総社方面行きをですね、乗って行きたいと思います。はい、乗り込みます。じゃあ窓際をですね、乗ってみたいです。まだ出発しないんでしょうけど、車内こんな感じです。
は。それでは改札口の方に行きたいと思います。思ったより早く着きますね。はい、改札ですね。はい、はい、総合駅ですね。今日は、こちらの東口に降りてみます。駅ですね。ここにですね、総社駅の駅前は観光案内所があるみたいですので、うん、これからちょっとどっか行きたいとこを聞きたい時にはこちらで聞いてみてもいいかもしれませんね。はい、以上です。